はい、キノです。今回はランニングウォッチを見ないことの重要性、そして有効性というところについてお話をします。ランニングをしていると、まあ、ほとんどの方はですね、こちら、まあ、ランニングウォッチを使っている方が多いというふうに思います。まあ、ガーミンだったり、カロスだったり、まあ、こういった GPS ウォッチから、まあ、GPS ウォッチじゃなくてですね、まあ、普通に手動でこうピッてやるような、時計を使っている方もいらっしゃると思います。まあ、なんでもいいんですけれども、使っている時計に関しては。まあ、ただですね、このランニングウォッチっていうのを、まあ、トレーニングをするときにですね、まあ、こう、チラチラこう見てしまうっていうことは結構多いというふうに思うんですよ。特に、まあ、この GPS ウォッチなんか使っていると、まあ、走ってる今の現在の距離だったりとか、あるいは暫定ペースですよね、これが出たりだとか、スプリットタイムとか、ラップタイム、まあ、いろんなものをですね見ることができるんですが、まあ、こういうのをこう、まあ、一回見出すとですね気になってくるということは結構あるというふうに思うんですが、まあ、それがですね、まあ、毎回やらない方がいいですよというお話を今回はしていきます。でそれはなぜなのかというところと、時を見ないことで、まあ、得られるメリットというところもお話をしていきます。でまずですね、まあ、その時計を、まあ、なぜその見ない、方がいいのかというか、まあ、全部が全部ではないんですよ。まず大前提として、まあ、見ない方がいいですよって今日お話をするんですが、見てもいい場面はもちろんあります。例えばレース中だったりとか、ちゃんとタイムを追うインターバルトレーニングとか、テンポランとか、そのレースに近いような練習をするとき、こういうときっていうのはしっかりとですね、むしろペースを見て、やっていくっていうことも必要だというふうには思いますが、毎回これをね、やらない方がいいというふうに思うんですね。で、どういう時にやらない方がいいかっていうところからお話をしていくんですけれども、それはまあ感覚重視の練習の時ですよね。まあ例えばですけれども、まあ人によってですね練習のやり方って間違うんで、まあすごくこうペースっていうのをかなりかっちり決めてやる方ももちろんいると思います。例えば、今日はいいペースでやるとかね、1キロ何分ペースでやるとか、そういう感じでまあ明確にある程度ね、まあいいペースとか T ペースとか、M ペースとかっていう感じでね、あのジャック・ダニエルズ博士の V ドットを使ってやるっていう方もいるというふうに思うんですけれども、まあこういうふうにまあある程度こう数字をこうきちっと決めてみたいな感じでやる人はまあ結構ねいつもこう見るというふうに思うんですけれども、どちらかというとまあ中強度でやろうとか、まあ低強度から中強度の間ぐらいでやろうとか、まあこういう感覚でね、やる練習の時っていうのはウォッチ見ない方がいいというふうに思うんですよ。で、さらに言うと今ねお話しした、まあ普段の練習でまあポイント練習、スピード練習とか、きつい練習以外にまあ例えば E ペースで今日はやるとか M ペースでやるとかっていう風に決めるのは全然いいんですけれども、がっつりそこに決めて、それを意識しすぎてしまうとうまくいかないことっていうのが出てきます。でこれがタイムをね、見てしまうっていうこととすごく関係があることなんですけれども、まあ一言で言うとペースに体を合わせるのかそれとも体の感覚を重視するのかっていう、まあそういう違いになってきます。で、ペースに体を合わせるってこれどういうことなのかってことなんですけれども、これはですね、まあ例えばランニングウォッチとか見てて、まあ、走ってですね、まあ、こうパッて一回 見るじゃないですか。でパッて一回見たりとかしたらもうね、その時の暫定ペースっていうのがまあそこ大体出てると思うんですよ。今何分ペースで走ってますみたいな。でこれで一回見てしまうと自分の中でそのある程度基準ができちゃうんですよね。例えばパッて見た時に1キロ4分で走ってましたと、でそうなった時にあ今4分なんだとこの感覚でってなったら、なんか無意識的にそれよりもちょっとこう落としたくなくなるんですよね。まあこういうのコンフォートゾーンみたいなこともいいんですけど、自分の中のコンフォートゾーンがその4分に設定されてしまうんですよ。コンフォートゾーンっていうのは自分が快適って感じるそのゾーンのことを言うんですけど、まあ4分から4分、5秒ぐらい、まあ上は3分55ぐらいかな、この間ぐらいに収まってるとなんか気持ちいいという風な感覚がそこで生まれてしまうんですよ。1回4分っていうのを見るとね。でそれで、感覚を作ってしまうと、例えばですけどちょっとね4分で維持するのがきつくなってきたみたいな、なってきて4分10秒になりました、ここのタイムが。ちょっとね嫌な気持ちになるんですよね。そうなると、あ、ちょっとペースが落ちとると、ちょっと頑張らないといけない。だけどよくよく考えたらその日の練習は頑張らなくていい練習だったりするんですよ。例えばですけど距離走やってる時とかで、まあ多少ねそういう感じで後半に足が重くなってペースが落ちてきたと。で別にそこで無理してあげるような練習でもないんだけど、そのペースの方が基準になってると、その体のその時の調子だったりとか疲労感っていうのをちょっとですね、まあ度外視するというか、無視をするような形でですね、ペースの方に
に体を合わせようとしてしまうんですよ。で、これをやると、やっぱりオーバートレーニングとか故障のリスクっていうのはやっぱ上がってしまうんですよね。自分の体の感覚っていうところも、まあ、全部それに従う必要はないんですけれども、ただある程度そこをしっかり見てね、やっていくっていうのが重要なので、ただペースの方が先に、そっちが基準になっちゃうと、なかなか、その練習トータルで見た時にうまくいかないこととか、まあ、なんていうんですかね、それこそオーバートレーニングになって、練習してるのになんか結果が出ないとか、そういうことに繋がってしまう可能性があります。で、対してですね、全く時計を見ないっていう、まあそういうやり方をすると、もうね、自分の中のその基準みたいなのもないんですよ。で、あるのは感覚だけなんですよ。まあ、今大体これぐらいかなっていう、まあその感覚で、走ると。いう感じになります。実際ですね、私、週に2回か、いや、もっとか、週に4回、全く時計見ないんですよ、練習中に。で、これ何をやってるかってことなんですけど、4回のうちの2回はジョギングの日ですね。まあ、休養のジョギングの日。まあ、ジョギングの日なんかもうペース見る必要もないですし、まあ、たまに見ますよ、チラッと。見たときは、もうこのね、上の方に、今の走行距離出るじゃないですか。距離どれぐらいかなって確認するだけです。ペースはもう一切見ない、あえて見ないようにしてます。で、あとの2回は何をしているのかってことなんですが、中強度のジョギングです。あ、ジョギングじゃないな、中強度の練習です。で、中強度の練習は、私は基本的に火曜日と金曜日、まあ、今固定でやってるんですけど、15キロもしくは18キロぐらいの、ほんと中強度感覚でやると。で、もう、この時は、初めから最後まで、もう最初走り出す時にピッて時計を押して、ゴールでピッてもう一回押すまで、もう一回も時計を見ないです。もう一切見ないです。コースも決まってるので、ここが何キロぐらいって大体分かってるので、別に距離の確認する必要もないし、もうピッて押したら、もうゴールまで、もう時計は一切見ません。もう、集中するんですね。自分の走りの感覚に。で、現代ってね、まあ基本的に自分の、体の感覚っていうか細部まで集中することってないじゃないですか。まあ、例えば歩いてて足の裏の感覚がこうどんな感じかとか、まあ、走ってるとね、足の裏の感覚わかりますけど、でもそこまで意識することないと思うんですよ。とかね、まあ、例えば今どこに力が入ってるかとか、どこが使えてないかとかですね。まあ、お尻今使えてないなとか、あ、股関節ちょっと開いてないなとか、逆に、あ、ちょっと今、右のふくらはぎの方にちょっと今、負荷がいってんなとか、まあ、こういうのを体の神経にその集中研ぎ澄ませていくと、まあ、かなりですね、わかるようになってくるんですよ。嘘だと思ってね、もうこれ騙されたと思って一回やってみていただきたいんですけど、ぜひね、その中強度ぐらいのランニングの時に、全く時を見ないってやってみてください。で、まあ、できれば距離はもうすでに分かりきってるコースでやった方がいいですね。距離分かってないと、今何キロなのかなっていうのが気になって、なかなか集中できなくなってくるので、できれば距離は分かるところでやった方がいいです。で、距離は分かるところで全く時を見ない。もうそれを一回やってみていただくと分かると思うんですが、案外ですね、時を見てチラ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 やってる時と、そんなに感覚的にはずれてないなと。で、これがずれてるんであれば、もう少し走り込みが必要かなというふうには思うんですが、まあ基本的にある程度ちゃんと走っている人だったらずれないというふうに思います。で、この感覚が分かることが非常に重要なんですよ。これが分かってくると、まあ、例えばですね、あ、ちょっと今、走りがこっちに崩れてるなとか、右に寄ってるなとか、こういうのとかも、瞬時にというか、ある程度分かるようになってきますし、これはですね、ぜひ鍛えておきたい感覚だというふうに思います。まあ、この辺のね、自分の体の感覚がすごい分かるようになるとか、あとは感覚っていうところを、まあ、しっかり重視というか、なんていうんですかね、オーバートレーニングに陥りにくくなると思うんですよ。まあ、タイムっていうところは、若い基準になっていくと、やっぱりどうしてもその自分のキャパより上を行ってしまう時っていうのがやっぱりどうしても出てくるんですね。でもこれ私のこれはね、あくまでちょっと持論でもあるんですけれども、長距離走のトレーニングでやっぱり本当に強くなろうと思ったら、ある程度自分のキャパに対してバッファーを持たせるっていうのがすごい大事なんですよ。まあ、バッファーっていうのはそういうゆとりですよね。だからいっぱいいっぱいにやるよりかは、なんかね、気持ちちょっとゆとり上げてる方がいいですね。マクドナルドのね、カップとか、まあ、マクドナルドが、まあ、適切かわかんないんですけど、まあ、ドリンクカップあるじゃないですか。ドリンクカップで、上に蓋があると思うんですけど、蓋にね、こう、もうドリンクの液がもう、みちみちにつくぐらい、そこまでいっぱいいっぱいじゃなくて、ちょっと空いてる状態、あるじゃないですか。店によって若干変わるじゃないですか。ね。まあ、私はもうみちみちできた方が嬉しいんですけれども、アメリカとかやったら、みちみちじゃないと怒られるらしいんですけどね。この話は別にどうでもいいんですけど、まあ、そういうことです。ここの、バッファーをちょっと持たせてあげることが非常に重要で、まあ何回もこれまでも言ってきてるんですけど、練習っていうのはやっぱり負荷と適応の関係なんですよ。まあ練習という負荷を体にかけて、それに対して体が適応することで、強くなるっていうことがあるんですが、やっぱりね、そのためにはある程度その適応する分のちょっと余裕を持たせるっていうところが大事ですね。余裕がないと、ちょっとしたことでもうこの自分の上限のメーターをバンと振り切ってしまうので、ここで故障が起きたりとかするので、まあ、ここはぜひ気をつけていただきたいというふうに思います。まあちょっとランニングウォッチの話から、最後はそのトレーニング理論の
まあ、ところまでちょっと話がいったんですけれども、まとめておくと、まあ、ランニングウォッチですね、見ないメリットっていうところとしては、もう明らかに体の感覚っていうのがしっかりと研ぎ澄まされていくので、まあ、回り回ってですね、自分の走りがね、すごく良くなるんじゃないかなというふうに思います。まあ自分の、今、自分が、例えばこれぐらいのペースで走るときにはこれぐらいの感覚なんだなっていうことも分かってくると思いますし、レースで、なんていうんですかね、あんまりペースを間違えなくなるというか、自分で、レースで苦しくなってきたときに自分で持ち直したりとか、そういう力にもつながってくるんじゃないかなというふうに思います。ただ、さっきも言ったように、毎回ランニングウォッチを見ないということではなくて、レースに近い練習をするとか、レース中だったりとかは、全然ランニングウォッチを活用していくべきだというふうに思います。そこはちゃんとね、ペースっていうところを追って、ペースに体を合わせていくということをしないといけないんですけれども、毎回それをしているとどうしても疲弊してしまうので、タイムを追うことにちょっと疲れてきている方とか、特にですね、週の中で、2回から3回ぐらい、時を見ずに走るというような習慣をつけてみてはいいんではないかなというふうに思います。ということです。では今日の動画は終了です。ここまで動画をご覧いただいたあなたにお知らせです。長距離走マラソンをこれからもっと速くなっていきたい、長距離走ね、楽しいなと、最近その楽しさに気づいて、ちょっとハマり始めた、これから頑張っていきたいなみたいな、そんな方にこそぜひおすすめしたい入門書を今日は紹介させてください。それがこちら、長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイント。こちらは大阪マラソン日本人トップを取った池上秀幸というプロランナーが、書いた一冊で、この池上はですね、現在は年間400人以上の、エリート市民ランナーを育てるといった、プロランニングコーチとしても活動している、そんなような、もう本当に世界を渡り歩いてですね、自分の目と足で知識と経験を積み上げた、もうランニングの知識教といえる、そんなような人が書いた本なんですけれども、こちらはですね、長距離走とマラソンがこれからね、速くなっていきたいと思った時に、絶対に学んでおくべき、たった3つのポイントがあるんですよ。これを押さえておくことによって、やっぱり長距離走のトレーニングっていうのは非常に合理化されますし、よりね、他のこれを知らない人と比べた時にかなり目標達成までの道のりって効率化されるというふうに思うんですよね。要するにこれをこの3つのポイントを知っておくと無駄な努力をしなくて済む、そんなような、手助けとなるようなコンパス的な一冊となります。こちらですね、本当に手軽にさっと読める内容ではあるんですけれども、どの書店にも置いていない非常に、閉ざされた情報というか、ここだけにしかない情報がこちらに載っているというものになります。こちらですね、1冊1000円で販売しているんですけれども、今メルマガ登録いただいた方にはですね、こちらの電子データを無料でプレゼントさせていただいておりますので、内容をこれ読んでみたいという方、今すぐですね、動画概要欄の URL をクリックして、こちらからこの書籍の電子データをお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。弊社ウェルビン株式会社が提供する書籍、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントの原稿データを現在メルマガ登録者の方に無料プレゼントしています。本書は弊社代表で大阪マラソン日本人トップの池上秀幸が長距離走マラソンが速くなるために最も本質的な点について解説したもので、迷った時にはいつでも見返せる入門書としてもお使いいただけます。ランナーの方であればお手元にあって決して損はない一冊です。ぜひ今すぐ下の URL よりお受け取りください。以前一回ね、時計とかランニングウォッチで、あとこう見ずにですね、中強度ベアーってやってたんですよ。で、それで結構いい感じに走れててですね、中強度から高強度ぐらいっていう日があって、それでこう、徐々に後半にかけて上げていきたいなという感じだったんですけど、後半むちゃくちゃペースがいい感じに上がってったんですよ。時計は見てないんですけど、体感的にはものすごいいい感じに上がってって、では今日めちゃくちゃもう美しいラップやなと。もうこれ絶対もう後で家帰ってガーミン入れて見てニヤつくやつやと思ってですね、ビラップ刻んだったぞ、みたいな。でそれでもう一気揚々と鼻息ムンムンで帰ってきてですね、早速こうパッと、家帰ってガミ打つとしたらですね、半分ぐらいのラップしかないですね。どういうことやと。なんでやねんと思ってね。で、それでパッて、ようよう思い返してみたらですね、なんか途中からガミがね、なんか通知来へんかったなと。ピリーみたいになると思うんですけど、それがならんかったなと。途中でしんどったと。よう考えたら、充電切れでした。時計を見る見ないに関わらず、充電はしっかりとやっておきましょう。